こんにちは。今日から始める安心着物、着物楽安こなもです。今日はこういう山ぶどうとかの、こういうバッグですね。でこうしたものも基本的にはこう使い込んであげて、でこう手の油が自然とこう馴染んでいくとこう艶が非常に出るんですけども、なかなかこう例えば使っていなくてちょっとこうかさついた感じでガサガサもししてきちゃった場合、どうするかということで、でよく椿油を塗られる方とかもいらっしゃるんですけど、僕はこうした蜜蝋ですね、こういう蜜蝋という、蜂蜜を取るときに一緒にその巣の中で取れるこういう蝋ですね、こうしたものをちょっと使われるといいんじゃないかなということで、で今日はちょっと動画を撮らさせていただきたいというふうに思っております。でうちではいわゆる革の履物とか本革の履物とかを作るときに、底側のその担任の革のいわゆる、なんていうの、小刃の処理をするときにこうした蜜蝋なんかも使うんですけど、でそうした場合は完全にこれを溶かして使うんですけど、今回はこうしたバッグなんかに使う、ようにというので、で一番簡単なのはこうしたドライヤーですね。こうしたドライヤーで少し、この、蜜蝋を溶かしてあげて、ちょっと実際にやってみたいというふうに思いますね。でこんな感じでドライヤーの熱風で、全部を溶かしちゃうと大変なので、少し一部柔らかく、熱をこういう感じで加えてってあげると、こんな感じで少し表面が溶けてくるので、でそうしたものをこうしたさらしの布とかにですね、少しこう塗りつけてあげて、もうちょっとやってみましょうかね。で少しこう表面的にちょっと蜜蝋をこう移してあげたものを、ちょっとこう全体的に、特にこう持ち手のところとかですね、こうしたところはかさつきやすいので、使ってると自然と手の油でこう馴染んでくるんですけど、こうしたヘリとか、で特にこうした角ですね、こうしたところにこう塗り込んであげて、毛羽立ちがなくなるような感じで、でこう全体になじましてあげて、で、あと少しこうちょっと空拭きというかですね、全体に。
まあそうするとちょっとわかりますかね。こうした感じでちょっと気持ちテカテカというかですね、ツルツルした感じになってくる。でまあ当然こう触りも優しくなってきますし、なんでまあこうした蜜蝋なんかを使ってあげて、であとは本当にこうよくまあ触ってあげてこう鳴らしてあげる。そうすると非常に、例えばこうしたカーブのところとか最初に比べて非常にこうちょっとツヤというかテカリがこう出てくると思うんですけど、まああまり塗りすぎるとこうベタベタしてしまうので、まあこういう感じで自然の素材のこういう蜜蝋を使ってあげて、お手入れしておいてあげると、長持ちもしやすいですし、あとこうしたまあこういう木肌のこういうものなんかは硬くなって割れちゃうことがあるんですけど、まあそういうことが防止できるんじゃないかなというふうに思います。でまあこれと同じようなことを言えるのは、例えば夏の浴衣に使う竹かごなんかも同じなんですけど、まああれも乾燥しきってしまうと硬くなって割れやすくなってしまうので、まあこういう、まあ、少し蜜蝋を塗り込んであげたりすると、持ちが良くなる。まあ蜜蝋っていうのはね、まあ、こういう形であると、まあ、こうした竹かごもそうですし、あとまあ革製品もそうですし、それからあとはお家のこう例えば籐の家具とか、木の床とかそういったところにもこうなじましてあげてると自然のこう艶というかテカリというか、まあ、そうしたものが出てくるので、持ちが逆に長持ちするというその点がありますので、でまあ蜜蝋も基本的にまあ純度 100% のものを使ってもらいたいんですけど、特にこう取れる時期によって結構中にはちょっとその蜜蝋っていうのは基本的に蜂蜜を取った後にすぐ処理をしてあげないと腐っちゃうんですね。なんで中にはちょっと腐臭って言ってちょっと変な匂いがするような蜜蝋もあるので、なるだけ純度がよく、まあ綺麗な蜜蝋ですね。綺麗な蜜蝋っていうのは本当にこういう乳白色の、まあ透明というかですね、まあ、こうしたものなので、こうしたものがあると割と、まあ、こうした和装製品なんかにも、使えるんではないかなというふうに思います。ということで、まあ、本日は、まあ、こうした山ぶどうなんかの竹かごのものとか、そうしたもののちょっとお手入れの仕方ということで、こうした、天然の純粋蜜蝋を使って手入れをされたら、よろしいんじゃないかなということで、今日は動画を撮らさせていただきました。ということで本日も以上ありがとうございました。